島町カ田。島町カ田は、三重県島市の地名。郵便番号は517-0701。2012年11月1日。現在の人口は2467人。2004年。現在の面積は 2.36km。明治時代に、伊藤力がアメリカ合衆国に渡り、佐渡期に続いて、多くの方田地区の住民がアメリカに移民したことから、 アメリカ村の異名を持つ。島市の南部、島半島最南端の先島半島、前島半島東端に位置する。北は、阿賀湾に、南は太平洋、熊野灘に面する。東は、深谷水道を挟んで大王町、船越西は、島町不正伝と接する。熊野灘沿岸は、岩礁が発達し、複雑な地形を形成する一方で、大野には、 砂浜が広がる。海食崖である麦崎には、島半島最南端の灯台である麦崎灯台が立ち、伏線殿水道に東から入る船の目標物となっている。片田の中央部は起伏が多いため、限られた平地に家々が密に立ち並ぶ。集落は東側の大野と西側の大津里に分かれ、相互にライバル意識を持つ。大野集落は、 海抜ゼロメートル地帯であり、長年にわたり、暴風雨や高潮の被害を受けてきた。私立の小中学校に通学する場合、島町、片田全域が、片田小学校、島中学校の学区となる。片田小学校は、島町片田にある、2014年3月31日に、片田中学校が閉校するまで同校の学区であった。 島町片田と島町伏せ田の境界付近にある小技節間では、弥生時、末期、はじきが見つかっている。また大武城島、乙部、宮野谷、田尻では、弥生時代の遺跡が、大塚では、直径約20メートルの円墳が発見されている。鎌倉時代の上大鳥城には、片田三栗屋と小和の,の地名が記載されている。言い伝えでは、 片田地区は片田集落、乙、里と、大野集落を一つに合わせた地区だとされる。また、中世の古文書には、皇大神ぐる年中行事や、診療求人引き付けに、片方として記録するものもある。江戸時代には、島国阿古軍受けた組に属し、片田村として、鳥羽藩の配下にあった。江戸時代を通して、村高は589国余りであった。 毎年八月をと、大五枚を藩主に献上し、エビサザヤジなども必要に応じて、大銀を受け取って納めた。この他にも様々な漁獲物があり、船数は百二十一層に上った。藩主、内藤忠正の参勤交代の際には船を出し、海難救助にも当たった。町村制が施行されると、片田村は単独で村制を敷き、二度の市町村合併を経て、 大技として存続している。片田村時代は、反農反業村だった一方、規範線を所有して、海運業に従事する村民も多かった。1889年、明治22年1月26日、片田村出身の伊藤力は、横浜港からサンフランシスコへ渡り、1894年、明治27年に、アメリカ人男性との間に生まれた娘を連れて方だ。 村に帰郷した。すっかり垢抜け、英語が端々に混ざる話し方をする里木の姿に、村人は驚き、アメリカの労働賃金の高さを知って、渡米を希望した若者を連れ、再びサンフランシスコへ戻っていった。渡米した若者たちは、玄米一票が3円の時代に平均して、年間300円を故郷に送金したため、カ田村では、里木を頼って、アメリカに渡る人が急増し、 明治末期から大正初期にかけて移民が、片田郵便局にそうした金額は、片田村の予算の三倍にも達した。片田村からの移民の中に、平賀亀助の父もおり、亀助は父を追って渡米し、現地で絵画を学んだ。この移民ブームは、第二次世界大戦前まで続いた。百三十二年、昭和七年十月十四日に、深谷水道が開通し、以後、 片田村で副業として、新住養職を行う業者が増加した。1935年、昭和10年の国勢調査によれば、男性100人に対する女性への人口は131人で、東京文理科大学の青野寿郎は、アマという職業が女子を強度に定住せしめる有力な経済的要因となっていることに基づく、結果の人口減少であると下せられる。と分析した。 1954年、昭和28年に、谷野義幸は片田村の小中学生を対象に、起立性タンパク尿の調査を行った。これによると、小学生は夏季に毎日3時間水泳を行うため高温から守られ、起立性タンパク尿を患う児童は少ないが、中学生は真珠などの作業に従事するため、起立性タンパク尿を患う生徒は、小学生に比べ多かったという。 1959年、昭和34年、伊勢湾台風が襲来したことを契機として、防波堤が築かれたため、大野集落の自然災害による被害の軽減が実現した。1975年、昭和50年12月10日には、麦崎灯台が設置され、高校目標となった。片田大野の防波堤は2001年、平成13年に、 台風11号の上陸などによって規部が侵食され、同年に補修された。2014年、平成26年3月31日、統合により島町片田にあった片田中学校が、並行し、日型を観拓して、他としたことから、片田と呼ばれ、片田の字が当てられた。総数、個数、または、世帯数、人口、戦前まで反応反応の地域であったが、 戦後に、真珠養殖が普及し流生した。戦後の農家数は少なくなったが、野菜や、さつまいもを生産している。民宿もある。雨漁業や、真珠養殖が注目されがちであるが、現実には、多種多様な漁法が展開されている。麦咲沖は、東西の潮流がぶつかり、潮目を形成する。熊野灘沿岸では、ブリの定地網漁、エビの刺し網漁、 カツオの一本釣り漁とアマによるアワビサザエ、海藻採取が展開され、アゴワンガンはもっぱら真珠養殖である。シし網とアマ漁はゴー、オツサトゴー、オオノゴー単位で行われるが、アマ漁の一部は夫婦単位で創業する。島町の他の大技と同じく真珠養殖がある地で、アマ漁業が重となっている一方、アマの創業日数は、島地方では多い方である。 大野には砂浜海岸があるため、地引網が大規模に行われていたが、戦後に停止した。片田の地引網には網元がおらず、平等な村人層での漁法であった。戦後は地引網に代わって大型定地組合が発足、平等性は引き継がれた。大型定地組合とは、1952年、昭和27年に発足した片田定地網漁業組合を指し、 当時毎日のように何千何万ものブリが取れたことから設立されたものである。2000年代には最盛期の3分の1ほどの漁獲量となったが2003年平成15年8月1日には組合を片田定地株式会社に折り変更して事業を続けている。片田漁港は三重県島市島城片田にある第一種漁港。1953年 昭和28年3月5日に、港湾指定を受け、島市が管理する。2009年、平成21年の統計では、属地陸揚げ量と、属人漁獲量は共に45.0トン、属地陸揚げ金額は1 1 3百万円であった。漁港は概要に面しており、1970年、昭和45年前後には、漁港施設がほとんどな。 漁船の停泊にも苦労するほどであった。片田漁港を拠点としていた、片田漁業協同組合、島の国漁業協同組合を経て、三重外湾漁業協同組合に統合は、1911年、明治44年4月1日に、片田漁業組合として発足した。組合長を、片田村長が兼務していたため、実務は、専務が全権を掌握した。 明治時代には、伊勢、川崎の朝市に間に合わせるために、価値に持ちによって、深夜に輸送し、アワビはミンアワビ、星アワビに、ナマコは金庫に加工して、大阪や神戸の貿易商に販売した。地引き網で、イワシ、ヤドリキ網でムツブリ、ケンキレモでボラサンマ、刺ア網で、エビ、イソウを、アマによる採取で新珠貝、海藻を採取する漁業が営まれてきた。 平成に入ると、昭和後期から続いていたブリの大量が終わり、雨数も減少し、片田漁協の経営は厳しくなり、深谷漁港と片田漁港の改修にかかる地元負担金が支払えず、工事が中断することもあった。釣り場としては、アジメバのアオリイカなどを釣ることができる。大野浜付近に鎮座する京都から誕生した神社。安政2年。 1855年創建。朱色の鳥が並び立つ山道を抜けると、本殿の隣に石段があり、その上に日和山だった名残の宝遺跡がある。漁業神として信仰を集め、1月7日の縁日には多くの参詣者が集う。新聞宗大五派大五寺美本院の末寺。創建は、仁南二年、1167年、脇田武史両あじゃりによると伝わる。本尊は、 観音菩薩で、円空作の観音木像、高さ一点五六メートルも安置する。江戸時代に、半名で片田村内の総当州三次に、ダントが規制されるまでは、地域の有力寺院であった。関文四年、千六百六十四年に、当時の住職、名教院文世が、三蔵寺世代草田恵夫を表し、片田ダ、フセデン、ワグ村による、地先争いや、 新言宗の信者が相当州に圧迫される様子などを記録する。三蔵寺の栄枯盛水と島の民族を伝える重要な資料となっている。伊藤力の姉、奈緒の嫁ぎ先でもあり、佐藤木がアメリカ土産として送ったフェニックスが境内に植えられていたが、大阪府水田市の万博記念公園に移植されたため、三蔵寺には残っていない。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。